皆さんこんにちは。今回は杉の剪定についてお話しします。杉の木と聞いただけで花粉を連想する方は多いと思います。でも山に生えている杉と違い、庭木で使われている杉は比較的花粉の飛びにくい樹種を使っていますので、ご安心ください。それに毎年剪定をしていれば花粉が飛ぶようなことはありません。剪定によって枝先は切ってしまいますので、花芽はできにくいからです。それでなくとも杉の木は成長が早いので、放置してしまうとえらいことになります。特に頭の方には複数の立ち枝が出てきて、それらが皆芯になろうとしますので、早めに処理しなければなりません。例えばこれはエレガンテシマの例ですけれども、複数の芯をそのままにしているとこのようになってしまいます。杉やヒノキ、ヒバなどの仲間は皆こうなりがちです。逆にこの性質を利用したのが大杉という仕立て方法です。大杉というのはもともと林業で樽木材を効率よく生産するために考案された手法です。木を丸ごと植え替えることなく、細い丸太をたくさん取ることができるので、この方法が用いられたようです。その風情が面白いというので、その後、庭園に利用されるようになったようです。伐採した木を使って簡単にご説明します。大杉仕立ての場合は、複数立っている幹の枝という枝をすべて払ってしまいます。この頭の部分だけは残します。残す部分は軽く切り戻します。葉っぱを切らず軸で切ってください。真ん中の芯だけは絶対に切ってはいけません。大杉仕立てで大事なポイントはそれだけです。大きくなりすぎたから芯を止めてしまおうなどというやり方は、私から言わせれば邪道です。大きくなりすぎたら若い幹に切り替える。それが大杉仕立てです。こんな感じです。簡単でしょ？このようにして毎年下の枝を払っていけばいいわけです。大杉仕立てにしない単管の木の場合は、このような芯はどんどん抜かなければなりません。ここが木の頭だとすると、このように脇から立ってくる芯は付け根できっちり取らなければなりません。この辺りの 4、5 本の枝で頭の形を形成することになるでしょう。後ほどちゃんと説明しますので、ここは早送りします。
田んぼくんの場合はこのように一枝一枝剪定しなければならないので、大杉に比べて非常に手間がかかります。多管である大杉と単管の単木の違いが分かっていただけたところで、現場に入りたいと思います。さて、どちらからご覧いただきましょうかね。単木の方は視聴時間が長くなると思うので、簡単な大杉の方からにしましょうか。この単木の剪定は後回しにしましょう。こちらが大杉のあるお庭の例です。幹から出ている芽や枝を取ります。今回頭と定めたところまで切り上げていきます。頭の部分まで到達したら、今度は伸びすぎた枝先を切り戻します。あまり神経質に丸く仕上げようとせず、要所要所にハサミを入れます。こんな程度でいいと思います。隣の幹に移ります。こういう幹の途中にポショッと残したい人もいるかもしれませんが、これは大杉ですから潔く切った方が良いと思います。こちらも枝を刈り上げていきます。切り残しをするとまたそこから芽が出やすくなりますので、付け根できっちりと切ります。この辺から頭にします。立ち枝は切って芯が立たないようにします。この部分は立ち枝ではありませんよ。この幹の芯の先ですから絶対に切ってはいけません。間違えて切らないようにしましょう。
ここがこの木の芯ですから、脇から出て芯になろうとしている枝は切り戻します。大きくなりすぎた幹や曲がって性の悪い幹などは下から切り取って新しい幹に更新します。
このように次の世代を作っておいて、来たるべき時が来たら古い幹を下から切って切り替えていきます。この下の方の部分は台と呼ばれている部分ですが、このお宅のようにあまり狭い場所ではきちんとした台を作ることはできません。ですので今回の動画ではこの台の部分の作り方について説明することは無理なようです。とりあえず最小限必要な次世代だけを残しておきます。あら、台すぎだけで20分以上使ってしまいました。ちょっと長くなりすぎてしまうので、淡木の杉の木の剪定については続編を出すことにします。それではひとまずこれにて。ご視聴ありがとうございました。